SCP-736JP、エージェントジョン、ファウラー撮影。アイテム番号 SCP-736JP、オブジェクトクラスセーフ、特別収容プロトコル SCP-736JP の封じ込めは、確立された活性化現象からの逸脱の監視に重点を置いています。サイト、拡張観測拠点 736JP に駐留している機動部隊イプシロン、55、ビルトダウナー、が考古学調査チームを装って現地で待機状態を保ち、影響領域に接近した人物を退去させます。接近者が SCP-736JP の異常性質に関する知識を有している場合は、交流、尋問の後にクラス B 記憶処理を施し、カバーストーリー、熱中症、または、貧血、を適用して解放します。2009年05月1日現在、SCP-736JP、A 実態を物理的状態に留め置くことを意図したさらなる試みは許可されていません。詳細は事案 736JP、アルファを参照してください。説明 SCP-736JP はアメリカ合衆国ニューメキシコ州サンファン郡、RC-3、パーラの研究エリアの一角に存在する計15本の砂岩の柱と、それを取り巻く半径およそ30メートルの大雑把な円形領域です。SCP-736JP の異常性は大きく2つの状態に分かれます。不活性状態。平時の SCP-736JP 領域では、以下に挙げるような異常現象が確認されています。15本の岩柱は、共通して以下の特性を帯びています。外見上は砂岩にもかかわらず、いかなる状況でも表面温度1度を維持しています。極端な耐久性があり、結果的にサンプル採取が成功していません。上部の円盤状の層は、柱の本体と完全に分離しているにもかかわらず、人為的な除去の試みに対して完全な不動性を示します。SCP-736JP の岩柱の周囲では、柑橘系の果物に似た香りが知覚されます。これは科学的検出が不可能です。岩柱に近接した人物はしばしば、重苦しい呼吸音のような、幻聴を報告します。こちらも録音装置には記録されません。夜間の影響領域内部は、外部の天候に関係なく、雲一つない星空です。観測される星の数や位置は現代のそれに対応しておらず、財団の天文学部門からは白亜紀後期の配置に相当するものと仮定されています。活性化状態。SCP-736JP は毎年一度、7月29日に、極めて能動的な異常性を発現します。この事象は影響領域外部への拡散が記録されているにもかかわらず、依然として平時の効果範囲内からのみ観察可能です。活性化事象は、SCP-736JP、A と指定される霊的実体の権限を伴います。SCP-736JP、A は一般にペンタケラトプス、ペンタセラトプススターンバージー、として知られる各有類の聖獣の骨格20体の総称です。現在まで SCP-736JP、A 実体は胴体の前半分のみが観察されていますが、平均して体長およそ7メートルと考えられます。現在まで発掘されている異常性のないペンタケラトプスの骨格と比較すると、SCP-736JP、A 実体は方丈突起がより目立って張り出しています。SCP-736JP、A 実体は通常の状況下では周辺環境との物理的相互作用が不可能であり、財団職員らの存在を認識している様子もありません。SCP-736JP 活性化事象は常に以下の流れで進行します。口述の事案 736JP、アルファを除き、現在まで逸脱は記録されていません。時刻、活性化事象の展開。23時分、SCP-736JP の岩柱が明るい青色光を放ち始め、30はかけて 1700CD、M2 まで高度を上昇させます。また、岩柱の表面からは薄緑色の煙が立ち上がり、周囲に漂います。煙の周囲では明確に息苦しげな呼吸、またはおえつの声を聞き取ることができます。23時30分、岩柱上部の円盤が 2000CD、M2 まで光を強め、一斉に空中に浮かび上がります。その後、円盤は時計回りに円を描きながらゆっくりと柱の上を飛行します。薄緑色の煙は柱の周囲を急速に旋回し始め、活性化事象が終了するまでその流れを継続します。
23時35分、SCP-736JP、A 実体群が、SCP-736JP 空間を丸く取り囲み、胴体の前半分のみを露出させる形で地球から、浮上、します。すべての、A 実体は異常効果範囲の境界線外に姿を現していますが、前述の通り、内部から観察しなければ視認できません。23時40分、円盤群は周回を止め、一定の複雑なパターンに則ってお互いに交差運動を始めます。SCP-736JP、A 実体群はオーボエのそれに似た低音を未知の音源から発しながら、前足を交互に地面に打ち下ろし、身体を左右に揺する動作を行います。23時55分、岩柱の中心部上空に青色の濃い煙が発生し、円盤は再び時計回りの周回を開始します。SCP-736JP、A 実体群は5本頭脳を淡い青色に発光させ、出現した煙を見上げながら、明確に音楽的なトーンで、歌い、始めます。40分、円盤群が周回軌道を拡大するのに合わせて、青い煙は渦巻き銀河のそれに似た形状を取り、徐々に規模を増して影響領域の上空に広がっていきます。この事象の直接的視認は、持続的に煙の拡散を見続けたいという軽度の衝動を引き起こしますが、これが観察者に長期的な悪影響、精神改変をもたらすことはないと断定されています。一時、煙の渦が直径、メートルまで拡大した段階で活性化事象は突然終了し、SCP-736JP は平常時の状態に戻ります。現在まで、どの段階で青色、薄緑色の煙と SCP-736JP、A 実体群が消失し、円盤が岩柱の上部に帰還したかを観測する試みは成功していません。ほい。SCP-736JP は、財団の前身組織である全米核保収容イニシアチブ、ASHI、によって1899年に発見されました。ASHIは当初、不明な先住民の一団が夜ごと何らかの儀式を行っているという複数の目撃証言を受けて調査を行っていました。以下は ASHIエージェントのアーノルド、バンクスによる1899年06月9日付の報告書からの抜粋です。またしても、ターゲットは我々の監視網に引っかかることなく例の場所に集まっていました。156人といったところです。単なるカイオワ族の不穏分子であろうという先日の見解を改めなければなりません。儀式は明らかに、一体の先住民たちと完全に異なる言語を用いて行われています。昨夜は風向きも味方して逐一内容を聞き取れましたが、全体的に蛇が舌を這わせるような発音ばかりで、ルパートは愚かエルクさえも内容を全く理解できませんでした。とりわけ、プナク、プナク、スロン、スロン、トレイル、トラー、フィフス、フィフス、といった単語を頻繁に用いていましたが重要性は不明です。同風の転写を本部の分析に回してください。一人が何事か言うと即座に他の者が返し、続けて皆が昭和する、という流れは一貫していたので、おそらく精神的問答の類なのでしょう。我々の監視の中で、先住民たちはあからさまに異常な一面を見せつけました。焚き火が薄緑色に変わったかと思うと火玉になって空に浮かび上がり、彼らはそれを車座に囲んだ状態で旋回し始めたのです。やがて彼らの姿はぼやけた光の帯になり、そして、消失しました。全く唐突に、何もなかったかのように姿をくらましていて、焚き火の燃えかすさえ残っていませんでした。とにかく、この一件が単なる秘密裏の3、ダンスと一線を隠していることは疑う余地がありません。調査班の即時増員を求めます。翌日、ASHIは暫定的に岩柱を1899-4のナンバリングで確保しました。この段階におけるASHIの調査文書が領域内の後期と現状について触れていない点は特筆に値します。以降の1ヶ月間にわたり、問題の先住民らは4回、夜間に確保部隊を遠巻きに観察する様子が確認されています。ASHIエージェントによる捕獲の試みはすべて、直前まで明確に見えていたはずの捕獲対象が到着時にはどこにもいないという結果に終わりました。1899年07月30日、近隣の町から派遣されたASHIの交代要員は、岩柱の異常効果範囲に隣接する駐留部隊のキャンプが倒壊しているのを発見しました。この段階に至って初めて、SCP-736JP では後期と現状が記録されています。当時、現地には20名のASHI職員が駐留していましたが、そのうち9名のみが遺体となって見つかりました。
遺体は鈍的外傷による損壊が激しく、正確な死因は判明していません。行方不明の足職員11名分、および先住民14名分の衣服や護身具が、事案後に回収されています。すべての衣服には、着用者の素肌が触れていたであろう部位に焦げ跡が残っていました。足は人員を大幅に増加して監視を続行しましたが、これ以降、儀式を行っていた先住民らが姿を現すことはありませんでした。翌年の7、29に活性化事象が初めて記録されたものの、SCP-736JP、A 実態群が当該事案をほのめかすような行動をとることはなく、当時何が起こったかは現在も定かでありません。事案 736JP、アルファを参照してください。事案 736JP、アルファ。事案 736JP、アルファ。足から財団への異常移行、非物質変異無効装置、ンプドン、などの開発に伴い、SCP-736JP、A 実態を分析のために実体化させる試みが、回行われました。文書 736JP、参照。これらは SCP-736JP 活性化事象の映像媒体での記録を可能とするなど、各々一定の成果を上げましたが、実体群への直接干渉を実現するには至っていませんでした。これを受けて2008年7月、収容監督主任のエントリッスル博士は、同年3月に試験運用を開始したスラントレイソ固着派生成記録の実地試験を兼ねた物理的固定化を申請し、承認されました。2008年07月29日に行われた同実験は、レイソ固着派によって活動性を大幅に制限され、かつ非実体化を抑制され続けた SCP-736JP、A 実体群が岩柱の異常性質に干渉を起こし、現場に立ち会っていた財団職員3名が死亡、5名が重傷を負い、2名が行方不明という事態を引き起こしました。この事案を受け、スラントレイソ固着派生成器の運用配置自的に停止されています。以下は、事案発生当時の状況を最も鮮明に捉えていたエージェントポッターの映像記録装置に基づく転写です。音声記録用の装置はいずれも破損、あるいは干渉波によって解読不可能でした。23時40分秒研究チームは SCP-736JP の祈願群と SCP-736JP、A 実体群出現ポイントの中間地点で待機。SCP-736JP、A 実体群はすでに姿を現し、SCP-736JP 空間の中心部を見つめている。23時44分30秒映像中にエントリッスル博士と、グローバー研究助手と推定される人物の後ろ姿が映り込む。エントリッスル博士の口の動きは、上空に青い煙が発生するまでレイソ固着派生成器の起動を待つように伝えている。両者の表情と仕草は、今回の実験に対する緊張感の欠如を示唆している。23時55分15秒上空に青い煙が出現し、拡散を開始。SCP-736JP、A 実体群が歌い始める。まだレイソ固着派生成器は作動されていない。時20分45秒上空の煙は直径55メートル前後まで拡大したように思われる。エントリッスル博士が身振りでレイソ固着派生成器の起動を指示する。時20分55秒起動直後、推定、上空で渦巻いていた煙が静止。岩柱とその周囲の緑の煙の明度が急速に上昇し始め、狼狽した表情のエージェントマカリスターがカメラの前を走って横切る。時21分10秒カメラが、身をよじって頭部を激しく左右に振る SCP-736JP、A 実体群の姿を映し出す。上空の煙はそれまでと逆方向に回転しながら地上に向かって吸い寄せられつつある。円盤群は高度を無秩序に変えながら何ら規則性の見られない不安定な飛行を行っており、時折互いに激突する様子から、すでに非実体化特性は失われていると思われる。時22分秒カメラの視点のブレと、映り込んでいる職員たちの挙動は、推定風速27メートル、S の暴風が SCP-736JP 影響領域内の中心から外側に向けて吹き荒れていることを示唆している。これにもかかわらず、映像の奥に映っているレイソ固着派生成器その他の設備には一切の動きが確認できない。エージェントフックが蛍光銃器を引き抜くが、点灯して画面外へ吹き飛ばされる。時23分15秒ガン柱の周囲を旋回する緑の煙が、複数名の人間が融合したような姿をかたどり始める。表面に浮き出している全ての顔はグロテスクに引き伸ばされ、明らかに苦痛を示す表情を浮かべて大声で叫んでいる。映像で判別できる顔立ちの大部分はアメリカ先住民のそれだが、ヨーロッパ系の様相も一部確認できる。
24分秒で即固着派生成機の元までたどり着き、機能を停止させる職員らの試みは成功していない。円盤の一つが急降下し、進路上にいたエントリッスル博士の上半身を、編集済み。円盤はそのまま岩柱の一つに激突して跳ね返り、本来の高度までジグザグに急上昇する。岩柱は傷ついた様子を見せていない。青い煙は高度10メートルあたりまで降下している。エージェントウィルキンソンが岩柱からまとわりつく緑の煙を振りほどこうとしている。時26分2秒映像が大きく揺れ、突風に押されて岩柱から急速に遠ざかってゆく。横合いから何かがぶつかり、頭部を強打したことによってこれ以降エージェントポッターは意識を失ったらしいと想定されている。この後、エージェントマカリスターの著しく損壊した遺体が激突したことによって、ポッターの身体はさらに遠くへと追いやられる。時26分50秒カメラはもはや、異常な暴風の影響を受けていないと思われる。映像には SCP-736JP、A 個体の前足が地面を繰り返し叩く様子が映り込んでおり、ポッターが SCP-736JP、A の1個体の肋骨の間にいることを示唆している。青い煙の高度が地表面まで達し、拡散して SCP-736JP、A 個体群へと接近する。時27分25秒青い煙が SCP-736JP、A 個体群の下へ到達し、その骨格を、肉付け、し始める。SCP-736JP、A 個体群は明白に抵抗の意を示しているが、煙を振り払う試みは成果を上げていない。エージェントポッター、およびカメラ映像、は、時27分58秒のタイムスタンプをもって完全に SCP-736JP、A 個体の肋骨の内部に取り込まれる。時28分秒視覚的、編集済み。初期解析時にこれに暴露した分析官2名は、試作段階の記憶処理薬投与と一致する記憶の混乱と脳感覚の不調を訴えた。現在、これをミームエージェントとして記憶処理に応用する提言が出されている。時28分3秒映像が回復。カメラの位置は、ペンタケラトプスの成獣に予想される視点と一致する場所に移動している。周辺風景は夜間の R-C-3 とアラノとほぼ一致しているが、大小の岩柱が無数に立ち並んでおり、その全てが淡い青色の光を放っている。各々の岩柱の周囲を、ペンタケラトプスと推定される数十頭の各有類が取り囲んでいる。時28分25秒ペンタケラトプスの全個体が上空を見上げ、目まぐるしく体色を変化させ、角を明滅させながら方向している、ように見える。各個体の角から放電現象に類似する何らかの、光線、が放たれ、岩柱と結合する。時28分38秒カメラ視点が髪型を見上げる。赤い発光を伴う流星が絶え間なく降り注いでおり、その他の視認可能な天体は急激にその明度を増し始めている。時28分49秒、軽度の空間歪曲と一致する映像の揺らぎを確認。時28分50秒視点が青白い炎に包まれ、同色の煙が多数、岩柱の頂点から空に向かって上昇してゆくのが映る。時29分22秒、視点は力尽きたように落下し、再び地面を映し出す。岩柱の光は徐々に弱まりつつあり、その周囲には青白い炎に焼かれてゆくペンタケラトプスの死骸が無数に横たわっている。時29分31秒カメラ映像が一瞬暗転し、回復。基準現実世界の風景が映し出される。青い煙、緑の煙、SCP-736JP、A 個体群の姿はすでになく、円盤は岩柱の上に帰還している。スラントレーソ固着派生成機が故障し、岩柱の中心部で炎上している。事案後の懸命な捜索にもかかわらず、グローバー研究助手とエージェントウィルキンソンは、焦げ跡の残る衣服以外の痕跡が発見されませんでした。エージェントポッターは事案後27日間にわたって昏睡状態であり、覚醒直後には執拗に SCP-736JP の岩柱との接触を求めました。クラス B 記憶処理によって異常な衝動は取り除かれたものの、エージェントポッターは SCP-736JP、A 個体内部に一時的に取り込まれたことによる感覚障害が深刻であり、現在もリハビリが続いています。事案 736JP、アルファにおいて観測された風景は、2009年現在の財団及び一般社会の理解との間に顕著な矛盾を抱えています。事案発生以前の研究チームは、ペンタケラトプスが生息していた白亜紀後期の R-C-3 とアラノは植生豊かな湿地帯であり、SCP-736JP 以外の岩柱は全て氷河期以降に風雨の侵食で自然形成されたという点において意見の一致を見ていました。
SCP の限定的運用、1981年に回収された AI との相互参照、及び訴求的なお視野に入れた当地の考古学的調査が提言されており、オフアイブ評議会の判断待ちです。